第72回 NHK 紅白歌合戦リハーサル2日目、29日、東京国際フォーラム。初出場となる上白石鳳雲は夜明けを口ずさめたらお披露。今年は、大河ドラマ青天を衝けの徳姫役、連続テレビ小説カムカムエヴリバディの初代ヒロイン、安子役に加え、紅白初出場となり、充実した一年を笑顔で振り返った。今年の活躍ぶりについて、上白石は大河と朝ドラの台本を2冊持ちしていた時は、人生のピークかもと思っていましたが、紅白で確信しました。今年がピークですとにっこりと語った。また、自身の今年の漢字を同とした上白石は止まることなく動き続けた年でした。人生的な意味でも動きの大きい年だったと思いますと胸を張り、来年についてはノンストップで頑張ることになりそうですが、人生を動かくような出会いがたくさんあったので、それを糧にして、一つ一つ丁寧に頑張りますと意気込んだ。初めての紅白の舞台はおこがましい気持ちでいっぱいですがとしつつ紅白なんだなというのを噛みしめて、今日ことなく歌を歌うことに集中したいと思いますと全力でパフォーマンスをすることを誓った。今年のテーマはカラフル、カラフル。司会は俳優の大泉洋、女優、川口春奈、NHK の枠田真由子アナウンサーが務める。今年から紅組司会、白組司会、総合司会という呼称を全員司会に統一した。また、会場の NHK ホールが改装工事中のため、東京国際フォーラムホール A で初開催。NHK ホール以外で行われるのは、1972年、第23回、以来49年ぶり。コロナ禍の昨年は史上初の無観客開催だったため、有観客は2年ぶりとなる。